マスモン TV。 どうも、コクレンです。今日はね、グデ玉紹介しようと思います。すごいでしょ、こいつグデてるでしょ、めっちゃ。でもね、もっとグデてるやつ発見したわけですよ。見てもらいましょう。じゃじゃん。あれは誰だと思いますか、皆さん。なんと、マスオさんです。はい、ということで、はい、マスオ TV です。はい、ここでね、はい、今撮ってくれてありがとう。いいね。先ほどのはね、グデマスオでした。ですね、今ね、事務所にいるんですけどね、なんか事務所に来るたびにね、なんかこのグデ玉がね、いるんですよ。いつも僕がよく座る椅子の上に。それでね、なんか来るたびにね、だんだん好きになってしまいまして、今日こちらのね、グデ玉ね、紹介いたしました。はい、すごいね、グデってね、かわいいね。誰が考えたんだろうね、グデ玉ってね。あんまりいい卵じゃないよね。とか思うんですけど、はい、やっぱりね、なんかね、夏になるとね、グデりたくなったりするじゃん。まあね、なんか暑いからさ、もうわーってなりたくなった時に、うん、なんかこの顔を見ると癒されるんですよね。はい、なんか癒されるんですよね。近いかな。はい、すごい癒されるんで、今日はね、こちらね、ご紹介していきました。皆さん、グデ玉好きですかね。そうですね、コグレがね、グデ玉のね、顔をするとそっくりらしいんでね、ちょっとやっていただきましょう。3、2、1。おー、似てる。というのは嘘がさ、もうというのは嘘でね、実はね、僕結構似てるって言われまして。いきますよ、本当に結構似てるらしいんです。3、2、1。こっち見て。あー、似てる。はい、ということでです、今日はですね、グデ玉ご紹介していきました。皆さんね、多分知ってると思いますけど、このね、人形買うとね、さらにね、このね、愛着がね、湧き具合がね、全然変わるんで、ぜひね、皆さんもね、こちらね、グデ玉買ってみてください。もうかわいそうだよ、グデ玉が。ということで、今日はね、こちらのね、グデ玉紹介していきました。皆さんもね、はい。はい、ということで、グデって、今日はマスオ TV 終わりたいと思います。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。何なんだよ、この動画。わかんない。